2023年バルトライズジャケットの新着情報をお伝えしていきたいなと思います。なんと今年2023年はあのケルプタン復活する。実はねこのケルプタンって似合う人がめっちゃ少ないんですよ。ケルプタンがねどうしても作業着に見えちゃう。はい、本日ですね2023年バルトライズジャケットの新着情報をお伝えしていきたいなと思います。ということで出ましたバルトロ男ということで、バルトの話ばっかり毎年してるんですけども、皆さんねいやもうってバルトの話もう飽きたって思いながらもうクリックしてるじゃないですか。ってことは興味あるじゃないですか。だからね見ていきたいなと思うんですけど、なんと今年2023年はあのケルプタン、こちらですね復活するということにはなってるんですが、皆さん気をつけてくださいという注意喚起の動画ということになってます。っていうのも実は2018年の、約5年ぐらい前に、このケルプタンっていうのは出たんですけど、めちゃくちゃ人気あって買った人めっちゃ多かったんやけど、その代わり手放した人もめっちゃ多かったんですよ。で、まあ、そんな話をね最後していきたいなと思いますので、まずはですね今年から実はバルトライトジャケットの、品番っていうのが変わってます。で品番が変わったプラス値段も変わってます。僕今ここにあるのが M サイズで、こっち XL サイズということで、真ん中に L サイズをオーダーしてあったんですけど、これ昨年ねこちらの画像でもある通り、隊長っていう方に僕プレゼントしました。僕の応援をめっちゃしてくれてる応援隊長がいてるんですよ。でその人が姫路にいてるんやけど、その人にプレゼントしたっていうことで、もう僕は手元にないです。なのでこの2着しか今はないんですけども、去年までは 62,700円っていうお値段やったんですね。で今年はなんといくらになったかというと 64,900円ということで、だいたい 65,000円ぐらいになっております。2018年の時は5万円台、2019年から65,000円、2021年から62,700円、そして、今年なんと64,900円ということで、まあ、来年か再来年には65,000円超えてくるんちゃいますか。だからね、まあ、欲しいと思う方はね今すぐ選んでいただければなというふうに思います。っていうのも実はもう予約が始まってるんですよ。予約始まってた。そうなんですよ。もう大体秋冬のやつ早いんですよ。早いところはね7月上旬から予約開始になってて、まあ、ほとんどは今からです。8月の下旬とか、まあ、その辺ぐらいからになってるので、下の動画説明欄にその販売のページとかは一応出しときますので、気になる方はそこをチェックしてたりお気に入り入れたりしてね見といていただければなと思います。なので、一応値段変わってカラーもね今回5色あります。まずはこのブラックですね。これ定番のブラックで、次は、大人気ケルプタン、そして毎年おなじみのニュートープ、そしてよくようよう考えたらこんな色あったなのアーバンネイビー、そしてカモというこの5色になっています。だから赤系の色が全くないってことなんですけど、まあ、この5色から選んでいただくんだということで、機能に関しては大幅に変わってないと言われておりますけども、ノースフェイスよくあるあるで、品番変えてきた時は店員さんに聞いても変わってないっすよと言いながら、よう見たら生地変わってるとかあるんですよ。だからね店員さんも多分気づいてない。だから店員さんが別に嘘ついてるわけじゃなくて、ほんまにマジで気づいてないっていう状態なんだけど、こんだけ生地とか触ってたりしたらね、あ品番変わったからやっぱ生地も変わってるなとか、もうたまにあるのは品番変わってないのに生地だけ変わってるっていう時あるんですよ。でそれねたまに僕動画でも言ったりしてるけども、まあ、多少は変えてくれやろうなっていうところは考えられます。まあ、変わる部分に関してはそんなに、まあ、多分一般の人が触って分かるところじゃないと思うので、もうここは今回省くんですけども、じゃあ問題ですと、なぜケルプタンが注意なのかっていうのを、ね、今から話していきたいなと思います。ケルプタンのね僕色味ちょっと見てもらいたいなと思うんですけど、僕じゃなくて一般の人が着た色味、これはねバルトロじゃないんですけど、クライムライトジャケットっていうジャケットで全く同じケルプタンっていう色味なんですよ。でまあ一回ちょっと着てみましょう。はい、とまあいかがでしょうか。そうそうそう、この色味この色味懐かしいなって感じだと思うんですけど、そうなんですよ、この色味が出るんですけども、これ手放した人が多い理由っていうのが、実はねこのケルプタンって似合う人がめっちゃ少ないんですよ。でこれはなんでなんかっていうと、ここちょっと見てもらいたいなと思うんですけど、こんな感じで僕のパーソナル診断やってるところのお客さん来てくれたんですけど、同じこのケルプタン着てるんですよ。やけどもなんかしっくりこうへんっていう感じで、実はこの人と似合う色僕とは違うんですよね。で似合わないとどうなるかっていうと、ちょっと作業着みたいに見えてくるんですよ。だからせっかくバルトライトジャケット欲しくて、うわやったケルプタン変えたと思っても、なんか作業着くさい俺に合わへんなっていう時があって、まあ、僕はね皆さんご存知キムタクと同じパーソナルカラー秋という状態なんで、秋はねこのイエローでくすんだのが似合うんですよ。ただ唯一秋しかない。だから日本国民の中で多分総人口で 20% 以下ぐらいしかこのケルプタンって似合いづらいんですよ。残り 80% はケルプタンがねどうしても作業着に見えちゃう。例えばじゃあこの子、この人イケメンですよね。この人もお客さん美容師の方来てくれたんですけども、この人もねパーソナルカラー冬の人なんですよ。だから冬の人ってこういうオレンジとかこういうケルプタンとか似合わないんですよね。だからせっかくうわこれが欲しい色やと思って買ったけども、似合う色ではないっていう状態になって、せっかく6万も7万もするけども、あー残念似合わんかった、じゃあ手放そうってなっちゃうのはもったいないじゃないですか。でちなみにこのイケメンの人が似合う色としては、このブラック、真っ黒とか得意やし、でそれ以外にあった赤とかも得意なんで、こういう方は冬の色っていうのは青、
赤とか結構はっきりパキッとした色、もしくは黒が唯一似合う人なんで、まあ、こういうのやっていった方がいいよと。で、先ほど見てもらったこの短髪の爽やかな営業マンみたいな人とかはですね、どっちかっていうとこういう色よりかはこのね真っ白のダウンジャケットとかが顔が生えてくるんですね。パーンと明るくなって結構似合ったりするんで、僕逆にそういうの似合わないんですけど、この人なんかもねちょっと作業着臭くなってるんやけども、似合う色とか着ていくとこう若々しい感じになるんですよ。で、次ねバルトライトジャケット、このグレーとか似合うのって、これ似合う人ってほんま夏の人しかいてないんですけど、まあそうやって自分に似合う色を選んでいただきたいんですよね。だから前回2018年ケルフナ出た時ってめっちゃほんまにみんな買ったんですよ。みんなめっちゃ買ったけど、みんな似合ったかって言われたらやっぱ結構難しくて、この色ちょっと特殊なんですよね。なので一番安牌っていうのはもちろんブラックは安牌やし、それ以外にもニュートープも実は微妙に難しい色なんですよ。だから僕個人的にお勧めしてるのは、僕んとこは来なくて大丈夫なんで、その世間一般的にパーソナルカラーとかやったりとか、パーソナルカラーで自分で調べてもらってね、どの色が俺似合うんかな、そもそもイエローが似合う人なんかな、まあイエローベースなんかな、ブルーベースなんかなっていうのだけ確認しといてもらえれば、今回例えば買うときに、あ俺ブルーベースや、そしたらネイビーにしとこうとかっていうのってね、そう欲しいなと思って買ったはいいけど、なんか奥さんとかから、あんたそれ似合ってないで、なんか変やでって言われるのって、やっぱ似合わない色しちゃうとどうしてもそうなるんですよ。それってほんまと思うかもしれないですけど、パッてこれ見てもらいましょう。この画像を見てもらったら分かる通り、この方がどの色やったら似合うかなって、同じ黄色でもやっぱこれサイドっていうんですけど、その色の濃さが違うことによって薄くなっていくと、あれちょっとなんか顔が寂しいような気すんな、でも濃すぎるとちょっとやれかしてんな、やっぱ真ん中ぐらいの黄色がいいなとかってあるじゃないですか。でその他にもね、例えばこの人とかやったらどう見てもこの一番左かっこいいですよね。特にこの派手な色に負けへん顔してる、これイケメンやからとかじゃなくて、その人の肌の色とか目の色とかによって変わってくるんですけど、まあやっぱ暗くなっていくとどんどん老けて見えていってるじゃないですか。でこれはこの人の特徴になってるので、僕どっちかっていうとこういう暗い方が僕は得意なんですけど、この人はこうパッて明るい方が得意とかっていうのって、まあそれぞれありますので、今後ねパーソナルカラー診断とはっていうのを出そうと思ってるんですよ。でおすすめの診断する場所を3つおすすめ出そうと思ってるので、僕らのとこじゃないですよ、僕らのとこ以外でおすすめのとこ、ここおすすめやし僕行きましたよみたいなところね、皆さんにご紹介しようと思ってますので、ぜひぜひねそういうの見てもらって、まあ、自分がどうせ買う服、洋服の性能とかは分かってんだけど、なんせ似合うのが分からへんってもったいないので、まあ、似合う服とかを、まあ、分かっていくと今後の買い物一生もう似合うものしか当ててこないんですよ。だから最初僕冒頭で着とったこのニードルズのこの柄のやつってパッと見た時、これ誰がこんなヘビみたいな着んねんと思ったんですけど、実際問題僕パーソナルカラーとか、顔タイプとかいろいろ診断していくと、自分にはこういうのが似合うんだと、で逆にこういうのも似合うんだと、でこういうのは似合わないんだって分かってきたんで、今後のね買い物が、まあ、失敗がなくなるというか、まあ、そういうところもあるんかなと思うので、まあ、バルトロまだ買う前やから今やったらまあ間に合うかなっていうことで、こういうお話をさせてもらいました。まあそれでもね、いや俺は着たいの着るよと、別に誰からなんて言われたって俺関係ないっていう人もいてると思うから、そういうのは全然問題ないと思うんですけど、どうせ着るんやったらやっぱ似合ってるね、かっこいいね、そこでどこで買ったんって言われるような方がいいじゃないですかっていうところで、まあ、ご紹介させていただいたんで、まあ、近々パーソナルカラーって何ですか、でおすすめの、サロンはここら辺おすすめだからぜひ行った方がいいと思いますよっていうのも出そうと思ってますので、楽しみにしておいてくださいということで、ちょっとバルトロから話はそれちゃったんですけども、今年もバルトライトジャケット出るようなので、皆さんね楽しみに待っていただきましょう。そして気になる方は下の説明欄から販売のページが一応出してますので、そこ見ていただいて、いつ販売なんかなって確認しておいてください。僕は販売の情報一切そこから追いませんので、申し訳ないですけども、わからないのでよろしくお願いしますということで、本日ですねバルトライトジャケットなんと復活というお話をさせていただきました。ケルプタンがね、ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。